このルージュプラントを描いたディエゴ・リベラの絵は1933年に完成したんですけども、実はこの絵を見てデトロイトの人たちは大変憤慨をした。この絵は何だ、労働者が青い顔をして工場で虐げられているようだ、そんなような物議を醸し出して大変なことになりました。当時フォードの方では労働争議が発生していましたので、これの依頼主であるエドセル・フォードはこの絵をもしもダメだということに言ってしまうと大変まずい、また労働問題が一層激しくなるではないのかということも懸念したんだろうと思いますけども、結局この絵でいいんだということで彼が言い放ったために、デトロイトの人たちのいろいろな物議は静まることになりました。で、この絵は今もこのデトロイト美術館の中に残っている大変貴重な作品となっています。で、実はこれと同じような話がニューヨークのロックフェラーの方でもありました。ロックフェラーがディエゴ・リベラに作品を頼みました。出来上がって見たロックフェラーは激怒しました。で、もっぺん書き直せということを言いましたけども、ディエゴ・リベラ嫌だ、分かったと、じゃあこの絵はお前のものだがこの壁は俺のものだからということで壊してしまい、結局ニューヨークのロックフェラーのセンターの方にはディエゴ・リベラの絵が残らなかったということがありました。